Studios production. Developed by Traveler's Tales. ウカウカ様、クラッシュのやつはいつも我々より一枚上手を言っています。相手が悪すぎるのかも。言い訳をするな。5人もいながらただの一つも明暗を思いつかないのか。クズどもめ、どうしていつもやられてしまうんだ。まったく。何かグッドのアイディアを出さないとまずいな。そういえば博士、あんたずっと研究室にこもって新兵器を作ってたんじゃないのか。一体何のことだったかね。カルテックス博士、それはこの前クラッシュにやられて以来、あんたが日夜研究室にこもって取り組んできた超秘密兵器のことじゃないですか。無駄話はいい。策はあるのか。実は私の英知の全てをつぎ込んだ結果、遺伝子学的に超優れたものすごいやつが誕生したのです。しかし大きな問題は奴のパワーが足りないということでして。パワーか、何かそうだ、魔人がいるぞ。魔人か。どうして思いつかなかったんだ。地、水、炎、風の魔人たちを目覚めさせれば、その破壊的エネルギーで私の秘密兵器をパワーアップできる。もう怖いものはありません。クラッシュバンディクーを地球から葬り。詰めようとしているのか。相変わらずだな。わしはもっと面白いことに時間を使ってるぞ。紹介しよう。クランチだ。わしの最新兵器だ。
ノーミスで進めば途中でドクロの足場が現れるぞよ。そこで青ダイヤゲットじゃ。ノーミスで進めば途中でドクロの足場が現れるぞよ。そこで青ダイヤゲットじゃ。
Thank you.
貴様の秘密兵器とやらはいつになったらあのうっとしいバンディクをやっつけるのだ。わしの忍耐も限界だ。おお、心配いりませんよ、ウカウカ様。いいか、クラッシュ。血の魔人を任せたぐらいでいい気になるなよ。まだ魔人は3人いるんだ。いずれの魔人も強者揃いだからな。ふん。
水の魔人が出てくれば、お前は二度と日の目を見ることはないだろう。よし、水の魔人と俺様でお前をやっつけてやる。お前なんか八つ咲きだからな。